なたたちは外に出た。しかしエンペラーの姿は見えない。エンペラー、僕と決闘しましょう。そう言うと雑貨屋の屋根からエンペラーが身を乗り出しました。手袋も投げないで決闘とはな。悪いが俺は銃を持ってないし使えないんだ。投げナイフがあるんでしょ？宣伝広告を出した覚えはないんだがな。出てきたってことは受けるんですね。まあね。エンペラーは屋根から飛び降りたはずだが異常なほどに落下速度が遅い。そのまま優雅にエンペラーは着地した。まるでコミックの世界ですね。その通り、ヒーローの俺に君は勝てない。あなたはヴィランでしょう。車の方に移動してエンジンを起動してライトをつけます。ゼッヘムはエンジンを起動してライトをつけました。ずるいなぁ、逆光に立つなんて。これでもハンデになるかどうか。俺の体のことは聞いたんだろう。心臓に当てられるかな坊や。さあ、どうだか。エンペラーは右手を左脇に挟みました。何をしてるんですか？ハンデさ、これでちょうどいいかな。僕がコインを投げて、地面に落ちたら開始としましょう。いいねえ。エンペラーが動いたと同時に回避を振るよ。わかりました。ゼッヘムがコインを上に弾くと、エンペラーが右腕を振り抜きました。回避を振るよ。ゼッヘムが伏せようとすると、あなたの心臓があった位置にナイフが飛んできた。危うく頭に当たるところだったがあなたはかわした。その瞬間、ディーンの放った照明弾が地面に当たった。ああ。エンペラーは背中を向けました。V 攻撃で心臓を拳銃で撃つよ。ゼッヘムの銃撃は体にすら当たりませんでした。エンペラーってあとどれくらい動けない？あと1ターンです。もう一度 V 攻撃で心臓を拳銃で撃つよ。ゼッヘムの撃った弾丸は体をかすめましたが心臓には当たりませんでした。やってくれたな、坊やたち。キメちゃん、強靭の洞察力を使えるか。わかりました。ヒントかける5を超えたら成功です。マリーナはエンペラーの違和感に気づいた。心臓が弱点というだけなら照明弾の光をなぜあれだけ恐れたのか。そもそも弱点の心臓に銃弾が当たって意識を失ったことがあるのになぜ決闘を受けたのか。本当の弱点があるのではないか。それこそ銃弾が持っていた熱が心臓を通ったから意識を失ったのではないか。奴の弱点は高温なのではないか。マリーナはエンペラーの真の弱点に気づきました。ひよ、あいつは高温が弱点なんだ。なんですって。でもここにはファイアースターターぐらいしかないぞ。家の中に殺虫スプレーがあるかもしれないわ。ならディーンさんとマリーナさんで探してください。何する気だお嬢さん。少しの間あいつと戦います。無茶だお嬢さん。ゼッヘムさんを助けるにはこれしかありません。頼むわ。でも絶対にみんなで帰るわよ。はい。エンペラーの腕を固定するように組みつきます。ゼッヘムに気を取られていたのだろう。エンペラーは組みつかれ地面に転がった。エンペラーの靴が脱げる。車のライトに照らされて、彼の足が見えた。氷だ。そこにあったのは人間の足の形をした氷だった。彼がなぜぎこちなく歩いていたのか理由が分かってしまった。レッヘムは成功で0、失敗で1の3チェックです。ニルシーさん、押さえるの手伝って。押さえつけるの手伝うよ。二人に押さえつけられたエンペラーが暴れます。随分と熱い抱擁だな。そのまま抱きついてろ。エンペラーを押さえつけている二人の身を強烈な吹雪が襲う。この状態で2ターン経過したら二人ともキャラロストです。ディーンと目星を振るぞ。ディーンの目星は初期値です。どうぞ。缶詰を殺虫スプレーと見間違えて取りに行こうとしたら近くの壁に激突しました。 1D3 のダメージです。大丈夫かお嬢ちゃん。殺虫スプレーがあったぞ。早く戻らないと。あと1ターンでキャラロストです。ディーンにファイアースターターを持たせて殺虫スプレーを構えて走り出すぜ。やれるもんならやってみろ。こいつらごと燃えちまうぞ。こいつって今抵抗してない？はい、皆さんを凍らせるのに集中してます。なら心臓に打ち込むよ。あんただけ燃えてろ。ゼッヘムがゼロ距離で撃った弾丸でエンペラーは動かなくなった。離れてすべてが燃え尽きた。奇妙なことに服とナイフ以外は何も残っていない。本当は全員で幻覚の化け物と戦っていたと言われても信じてしまいそうだ。だが、実際には幻覚以上に信じられない現実を化け物から突きつけられていた。帰りましょう。そうですね。キルティが待ってるわ。俺が運転するよ。
あなたたちは車に乗り込んだ。その足取りは重く、誰も何も話さなかった。空気を変えようとジーンが車のラジオをつけた。今日も世界各国で謎の暴動が起こっています。外出の際は人気のないところには。なんだよ、景気が悪いな。あの、今の事件を知ってるんですか？ああ、最近はやたら物騒だ。マリーナさん、暴動なんて最近起きてましたっけ？もしかしたら、矛盾が大きくなってるのかも。矛盾？本当にあいつの言う通りだったら、私たちは本来この世界にいないわ。私たちが活躍してディーンさんが生き残って、エンペラーが消えた。本来起こるはずのないことが起こって、何かがおかしくなったのかも。キルテはみんなに回収されてほっとした。しかしその後聞かされた事実に困惑して、今は家で休んでいた。異世界、ね。不意に携帯が鳴った。やることは変わらないか。マリーナはパソコンや携帯に全く触れていなかった。休業のお知らせはしてあるから問題はない。その時、インターホンが鳴った。出前のピザが届いた。お金を払い、扉を閉めようとした時、配達の人が言った。明日の13時に、目の前の喫茶店に行ってみな。そう言い残して男は去って行った。どうにも逃げられないらしい。まだ、興奮が冷めない。よくあんな状況から生き残ったものだ。良い経験をしたと思っている。しかし周りが変わり映えしないから異世界にいる気がしない。いや、誰か、いないような。レベッカ、久しぶり。ニルシー、久しぶりのジムね、大丈夫？うん、体を動かした方がいいしね。そうね、でもあなたに新しい仕事が来てたわよ。え、どういう仕事なの？ゼッヘム・イムラーツって知ってる？あ、ショートホラー動画を投稿してる人だよね。うん、最初の頃はね、でも最近は映画の監督をしてるらしいわ。え、彼が映画を出すから、あなたに試写会に来てほしいそうよ。マリサの質問コーナー。その前に産地を 1D3 回復しよう。今回は狂人の洞察を使ってみたが、あれクライマックス以外でも使っていいのか？大丈夫なんですが、あれは事態の原因を特定する判定なので一気にシナリオが動くんですよね。まあそもそも発狂はシナリオの中盤以降になるからね、重大なシナリオ崩壊にはならないと思うけど。クライマックスで成功すれば盛り上がるけど、そもそも存在を忘れちゃうんだよね。狂人の洞察の参考になるキャラとかいるのか？13日の金曜日パート2のヒロインかな。赤城とかですかね。根こそぎフランケンのフランケンは常時狂人の洞察が成功してるようなもんだよね。なんだそのヤバいキャラは。麻雀漫画の主人公なんだけど、周りの状況を無意識のうちに察知して高い手を上がりまくるキャラだよ。そんなやつ、負けようがないじゃないか。そこが物語の根幹に関わってくるから興味が湧いた人はぜひ読んでみてください。今回はここまでかな。また会いましょう。バイバイ。